石岡湖川から望む大口景を仕切る石岡ダム。向こう側は東勢区五福林門新木石岡農会、精米国草石岡区は台湾台中市の四角区。石岡区は台中市東北部に位置し、大口景と新社がに挟まれた屋地に位置している。東北は大口景を隔てて、東勢区と南は新社区と西は豊原区とそれぞれ接している。 総面積計は18.2105平方キロメートルである。地勢は西南に及び北端が山岳地帯となっており、中間に狭い平原が広がっている。東西は約6.326キロメートル、南北は4.579キロメートルとなっている。石岡区の旧省は石見影語であり、元来大口径南岸のサスに位置し、 石つぶ手が広がる地であったことよりこの名が付けられた。石岡は白湖、海兵補足白木小品諸木軍の車両各社の居住地であり、また早期にはタイミア美族も活動していた。高記念間末になると、石岡への白火陣がによる入植が開始された。建立26年には、肝人による開発は、現在の都牛村にまで及び、都牛が、 看板の教会とされ、肝心がこの教会を超えて、入植することは厳しく禁じられていた。新書は、昇華県猫切り東在保に帰属していた石岡地区は、県立中期になると東上下保に改変され、同時に石岡及び、東税鎮、豊原を、情報と改められた。1887年に、台湾省が設置されると、台湾不台湾県登場保と、 再度改められた。1896年から日本による台湾統治が開始されると、台中県が設置されその下に、弁務所が設置されるようになった。石岡は、台中県放浪弁務所登場法に帰属し、石見影区省庁が置かれ、石見影御省、先き三み車両閣、都牛及び僕国地省などを管轄するようになった。1902年、 三県三町及び弁務所制を廃止市調制が施行され、台湾全土に二十町が設置され、町のもとに各市町が設置された。1920年10月、地方制度実ノルに伴う大規模な行政区改革が実施され、台湾全土に五州三町、その下に区区町外省区が設置された。台中は州に改められ、保は郡へ改められた。石岡地区は、 旧章、石見影号、簡略化した、地風地名、石岡と解消されると同時に、大中州東西軍石岡省と改められた。戦後、大中県東西区石岡里と解消された。1950年の区所廃止により、大中県石岡里と改編されたが、2010年12月25日より、大中県市合併につき、石岡区となり、現在に至っている。 途牛八火文化館、ありがとうございます。